ての時読みの都は災いに見舞われていた。最初に観測されたのは空間の異常だった。続いてアカデミーの調査チームで行方不明になる者が続出。それと入れ替わるかのように宙に浮かぶ赤い球体が次々に現れた。パドラ遺跡は呪われている。そんな噂が立つまで時間はかからなかった。かつて栄えた都の廃墟に異変が起こった。遺跡を調べていた者たちが何人も行方不明になって入れ替わるように不気味な球体が現れたという。モグが教えてくれた。あの弾は嘆きの攻撃。パラドクスに飲まれて犠牲になった人々の記憶をとどめているらしい。人々の思いを封じて漂う玉が俺たちに何を語るのだろう。見学の方かしら。今はおよしになったら。パラドクス現象が悪化してたくさんの方が行方不明になっておりますから。あちらこちらに赤い球体が浮かんでいるでしょう。現在アカデミーで調査中ですの。立ち入りは禁止されておりませんけれど、どうかお気をつけくださいまし。存在しえないものの実体化、それがパラドクス。あいつが消えたなんて。お前らは失踪するなよ。ファドラの信仰は特殊なのよね。モグリ、カポカポッポカポ。私の前の上司はビルジー席からここに移動になったの。今は亡くなってしまったけど、面倒見のいい人で私に仕事を教えてくれた恩人よ。ここに来なければまだご存命だったでしょうに。球体に自立意志は見られない。古代も今も生きづらいのは同じってことですね。ノエル、何か感じない？心に言葉が伝わってくる。何とかしてやりたいな。そうだね。私たちが代わりに思いを果たしてあげよう。
動物、植物、鉱物、どれでもない物体。こんなところでハイキングか？ファドラの信仰は特殊なのよね。クッパー！クッパー！